土曜日です。ひろみです。今日は10月5日、はい。今日はですね、石垣島の夜堂屋で、はい、僕の息子木下優馬の、はい、薄明光線リリースツアー全国公演初日ということで、そう、これ沖縄の石垣島が初日 で、 石垣が初日ですよ。ありがとうございます。で、今リハやってるんで、ちょっとその模様も、ね、お届けしながら、ライブの一部もちょっとお届けしようかなということで。そうなんですね。もうOK 出たんで。OK 出てる、はい、ということで、OK、中入りましょうか、はい、ということでよろしくお願いします。さあ今打ち合わせをね、しておりまして、はい、こういうバンドメンバーがいらっしゃるということで、ね、はい、そうなんですよ。素晴らしい。ちょっとかっこいい。で、もうくらいから見ましょうか、はい、撮ってはるな。撮ってるよ。ああ、そう。楽しみやね。楽しみ。めちゃくちゃ楽しみ。あ、おばあちゃん、やったー、エッセイ。うーわ。あ、そっかそっか、ごめんごめんごめん。泣く人、眠る人、不機嫌そうなサラリーマン、遅延した小田急線、ちょっぴり座って見渡した。リハも終わりまして、はいはい、無事に終わりましたけども、ね、なんかもうすでにもうゾリ肌です。と緊張感もありましたけども、はい、もう今からちょっとで、はい、お店の会場の方も準備に入っている様子なの で、はい、こういう感じで、はい、あまり人は薄れはです。あ、そうか、もう終わってるのか。終わってるやつですか。そうか、そうか、終わってるのか。リアルではございませんね。そうですね、はい、今もうみんなゆっくりタイムでございます。ゆっくりタイム、はい、危ないですかね。危ない、そこはいかないで、かしこまりました。おじさんおばさんまた挨拶しましょうか。あ、そうですね、邪魔やすいませんね。なんかちょっと最後の意気込みを一言よろしくお願いします。いや、でもちょっとそわそわしすぎて正直準備できてないです。やばい。あ、でも、まあ、ちょっと吐きそうです。はい、俺も吐きそう。まあ、でもなんか僕より音の方が緊張してそうだな。そうそう。お二人の方が。なんで？あ、こっち行ったりしてるの。まあ、でも今日楽しみにしてたんで。そうね。頑張ります。楽しみましょう。絶対いいようにします。お願いします。はい、お願いします。今夕方の5時半もありまして、今、会場になりまして、今皆さんね、夜堂名古屋の中に入ってきまして、あと数名ですかね、ちょっと遅れてくる方もいますんで、動画の撮影の許可いただいてるんで、ちょっとちらっと、今サトシがこっち見てるからね、サトシめっちゃこっち見てる、ちょっと見ていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。滞在時間20時間、はい、頑張ります。お願いします。うつそこ。さあ、もうほぼ満席の状態です。あとね、20分ぐらいで始めたいと思います。あと10席、11人来てません。まだ11人来てない。はい、来てない。あ、OK。 ということで、皆さん、ハイサーイ。皆様、台風でどうなるかと思いました、はい、木下優馬薄明光線リリースツアー全国沖縄公演初日、無事に開催できまして、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日は素敵な場所を提供していただきました夜堂屋の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。申し遅れました、私木下優馬の一応父親をしております、木下のぞみと申します。そこは自信持ってほしいな。27年間行ったり来たり、一応やっておりますので、今日は楽しく皆様で盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ではユーマの方から、はい、改めて皆さん本当にありがとうございます。木下ユーマです。息子です。ありがとうございます。やっぱさっきもね、お父が言ってたんですけど、本当に台風でマジで初日中止になるかと思ったんですけど、こうやって無事に開催できて本当に嬉しく思っております。正直もう今何も聞こえてないです、僕耳が塞がれて。もう早く乾杯しちゃいます。じゃあ皆さん、グラスを手に持ってください。いけますかね。よし、
それでは今日は一日よろしくお願いします。カリーキャリー。ライブまで1時間ぐらい時間があるんで、ゆっくり飲みながら食べながら過ごしてください。カリーキャリー。木下優馬と言います。よろしくお願いします。今日は東京からやってきました。今回は、8月の7日にリリースした僕の初めてのフルアルバム薄明光線という、アルバムのリリースツアーということで、初日石垣島公演やっていきたいと思います。多分初めて僕の曲を聴く人もたくさんいると思うし、初めての曲がいっぱいあると思うんですけど、本当に一生懸命作った曲たちなので、僕も一生懸命歌って帰るので、最後まで楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。じゃあ、今回のアルバムタイトル薄明光線っていうアルバムなんですけど、タイトル曲の薄明光線という曲から始めていこうと思います。よろしくお願いします。じめじめしめた風の匂い、アスファルトの反射で過ごした今を伏せた。日比谷線のホームでなんとなくただぼんやりと、どこからか始まる未来、見えない鏡の日、行く先もわからない人並みにも慣れて、退屈にヘッドホンの中で歌う、深い立ち寄った東京タワーから夕立ちを待ってた。時間
指を握った世話しない街の中で性格が綺麗なままの慣れないマフラー巻いてどんなに寒い朝も薄着で過ごす僕をあなたはいつも慕って鬱陶しくてそれを無視してよく風をこじらせた渋谷行きの2番ホーム腰掛けるまだ苦手な満員電車思わず身をくぐった大丈夫と笑う声を思い出して頑張れるよ冬の空雲セッションしていこうかなと思うので、じゃあ早速ですけど、じゃあ1曲目、セッション1曲目は、HY の AM、これ何て言うの11時？まだかな？AM11 時って曲をちょっとこのスペシャルバンドでやっていこうかなと思います。今日はリハぶつけで当日でやったばっかりなのでドキドキしてるんですけど、でも皆さん本当にプロのミュージシャンばかりなので一生懸命演奏したいと思います。よろしくお願いします。行きましょう。
とが好きなことを返事でしょ。振り回す手を全てのコントロールしかしからないよし、だからあなたの会だからレッツゴーハニーファーストを出すなら後の通り君が座りなきゃする最初に見る海や川道はいつもと違って真っ新鮮だ。なんかブルカドを抑えくるに君の目ダメな街中にして君よ。どこまでも続く道、君と僕とこの道同じ感じ。いつまでも二人で歩いていこうなんて言えるはずない。でも君が好き。こんな声だった。こんなキャラやったかな。ヒゲないやん。ヒゲないやん。何があったんですか。従業員に言われてます、ね。マフィア、マフィア、マフィア。ここからはね、洋平さんに三振を弾いてもらいながらやっていこうかなと思います。そしてもう二人。ちょっとこのセッションに参加してくれるメンバーを紹介しようと思います。シマンチュネタカラー、皆さんで一緒に。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰より誰よりも知ってる。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。皆さん教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが知らん中だから。Yeah.
やマジで初日がこんなにいい日になるとは思ってなかったので最高の、 全国ツアーになりそうです。最後1曲は、本編でも歌ったんですけど、僕の中で一番元気で明るい曲小田急ランドメって曲をもう一回だけ歌って終わろうと思います。皆さんどうもありがとうございました。また会いましょう。ドラムスプリオシーキーボードホモカギターネコシー今日はたくさん出演してくれました。ありがとうございます。もう紹介しきれない気持ち悪いでした。ありがとうございました。小田急線ちょっぴり座って見渡した学校ごと夢ながら空地も眠地町の町中華せっかくな店員さん注文を待ってくれないや駅前あけぼみの待ち合わせを待つのみはナイスで大体晴れても見渡す限り僕の閉じちゃった場所の地元を大好きなんだ。You ready to see Yeah.
眠る人降ってまいそうな空に反射をした音楽線目的地進の始まで無事にライブ終わりまして、今写真撮影も終わりまして、今からですねちょっとあの物販のコーナーとかもね行います。今公演が終わっていろいろファンの集いも終わりまして今やっとご飯にありつけたユーマにちょっと一言喋ってもらいましょう。やっと一息つけます。いっぱい食べますご飯、はい、ありがとうございました。これ大事よ本当に。なんかちょっと私やばい、すごい嫌だ、怒られるかも。ジュラちゃん、ジュラちゃんでカットでカットでカットカットマジカット頑張れんのか、カットしませんよ。ヒーロー歌えとかちゃんと歌います。ああファンがもう黙れません。タカシさん下げて。あほらほら怒られちゃうから事務所がいますから。すみません、バックがついてるから。もういっぱい飲みます、はい、ありがとうございます。